西子田市チャンネルへようこそ。西子田です。本日もこの方に来ていただきます。はい、劇団タイプ2の浜川です。前回に引き続きお邪魔します。よろしくお願いします。今日はちょっとね、大きめのミニチュアの打ち上げということで、ちょっと素敵なパーティー会場を借りて、これから続々とみんながね、ピンポンって来ると思うんですけども、昨日撮った動画 M1 の、予想、はい、本当に申し訳ございませんでした。からしレンコンはやっぱり決勝に上がってこなかったです。敗者復活がまずオズワルドさんだったということですね。大方の予想通り、はい、ただあれですよね、予想してた、ロングコートダディは、そうです、あの3つ予想した中で、ロングコートダディは決勝の3組に残りました。西村さんもあれさやか、いや、あれ言ってなかった。僕はもうぶっちゃけさやか問題はちょっとこの後話したいんですけど、僕はヨネダ2000と、ダイヤモンドと、真空ジェシカ。あ、そっか、さやか入れてなかったのか。さやかはもうなんならちょっと昨日、いや実は個人的にあんま好きなタイプじゃなくてぐらいの感じで。あ、それがさやかだっけ。それがさやかです。謝った方がいいよ。いや本当に申し訳ございませんでした。1位通過、正直僕はあの実際あの2本も、うん、僕はですよ、個人的にですよ、あのネタ2本だけ一回も笑えなかった。え、さやかのネタマジでどうしよう、何が、え、マジか、本当。こうよくこう魚釣りに例えるんですけど、この服バッてかかったらもうあと何言われてもこうババッて引かれる感じがあるんですけど、ずっと釣り針側で浮いてるのを見てる感じが。いや、ないな、なんで伝わらないんだ今のは本当に難しい。あるんですか、魚としてね、自分が。そうでしたか。いやー、なんでだろう、絶対ネタの内容面白いはずなんですけどね。もう俺は圧倒的にさやかが優勝っていう。そうだったんですか。そう、いやー、そっか。はい、ね、あの点数は、はい、さておき、はいはいはい、もう日本とも面白かったか、さやかがダントツだなとか。なんか免許返納のやつと、もう一個も、うん、そう、2本目もなったっけな、はい、2本目はどんなネタと。2本目はあの男女の友情は続くか。ああ、そうだそうだ、そんなでしたね。いやでも結局あの優勝されたお二方は何でしたっけ、うん、ウエストランド。ウエストランドもうなんか昨日変な酔い方しちゃって、なんかそう、もう俺もダメかな、もうさやかこれそっか1位通過かと思いながら、なんか悪いをしちゃって昨日、なんかでもそうウエストランドが出てこなくなったし、ウエストランドが逆にストロングスタイルで優勝した、あのままのスタイルで進化してただ優勝をもぎ取ったっていうのがかっこいいと思った、ね、ああ、そう、じゃ全然味方逆だね。俺は本当ウエストランドでは一回も笑わない、はい、ここは好みがやっぱ分かれるところなんですかね。だいぶやっぱみんなね、あのヨネダ2000とかだってめちゃくちゃ受けてたと思ったんですけど、意外と点数伸びず、まあ、それこそ博多大吉先生があのこれは漫才かどうかみたいなの言ってたんですけど、いや漫才でしょ、だってもう M1 で決勝来てるんですから。まあ鉄腕の友も、ね、そう漫才かって言われたらね、第1回の決勝に残ってましたもんね。もう M1 でここ来たっていうことはもうそういうことじゃんって思うんですけどね。いや、じゃあ全部のトータルの中で一番面白かったネタは、はい、どれでした？ヨネダ2000でしたね。ああ、はい、なるほど、一番餅つきのやつか。一番笑いましたね、はい、どうでした一番良かったのは。そのさやかの2本と、うん、ロングコートダディの1本目、あ、マラソンのやつと、はいはい、あと、すごく好みだったのは、男性ブランコの音符を運ぶやつ。面白かった。あれは、うん、あのすごくあんな綺麗に人って死ねるんすね。そう、死に浮き場が、あの人の死に方がすごく、全部すごく素敵だった。お芝居、お芝居みたいな。あ、でもあの人たちやっぱお芝居、コントの方たちだからお芝居がうまいっすよ。素晴らしく、はい、いやちょっとね全然当てれませんでした。もう僕が好きだっつってダイヤモンド上げてたんですけど、なんかあんなに点数が白いの見たことないぐらい80点台でしたね、みんな。でもまあそれを言うと俺もう9が、あ、9もはまらなかった。そうですね、なんか9もっと面白いネタいっぱいあるのに、はい、はい、残念でしたけど、山田邦子さんの点数にもびっくりしましたけどね特に84点でしたよね。全体的に、はい、あの低かった、低かったんで。そうですね、まあ、ちょっと来年もまた、まあ来年はできればねリアルタイムで決勝を見たいところですが、お互いの家でね出てください、ね、出てください。え、何がですか。いや、だから来年出てください。じゃあキングオブコントここちょっとチャレンジそんなこと言ったら大丈夫だいや、わかんないですけどはい、そんなわけで、ちょっと全然
私は当たりませんでしたが、ふばかさんはロングコートダディが決勝3組に3位なのかな、3位か2位か残った、はい、ということですね。はい、ということで今年もありがとうございました。はい、あの面白い大会だったと思います。はい、はい、この後も大きめのミニチュアの打ち合いも盛り上げたいと思います。皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。良いお年を。良いお年を。よろしければ高評価&チャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで以上、浜川靖司さんと西橋家でした。わー。